毎週キングコング。いやこの間ね、はい、トンボさんがね、うん、車をね1ヶ月前ぐらいに買ったんですよ。あ、まあ、ド新車ですよ、うん、おかま掘られて。そうなのよ、後ろからね、つらっそうそうそう、めちゃくちゃ辛いですよ。もうまあでもそんなドカーンとかじゃなくて、はい、うん、ゴンやとはいえな、とはいえさ、信号待ちしてたら、そう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 、これだからで聞いたら厄年ややってな。あ、そうだよ、ね、あ、後役か、はいはいはい、言うてな、うん、そういうのもあるんちゃうかな。 あれ行ってなかったっけ、厄払いみたいな。あれね、西野さん行かないでしたっけ、あんまりそういうの。俺行ったよ、あ、行った、うんうん、あれでも何回か行かなかったよな、確か。ほんまは確か前役、本役、後役の3回行かなかんね、うん。あ、そうなん、そうそう、あ、そんな行ってへんわ。そやろ、うん、トンボはトンボで行ってないもんな、多分。僕まだ行ってないです。後役だけ行ったんやったっけ。いや、本役に行きました、ね、だ前役は行ってないねんな。行ってないです。だそういうのもあんねんて。へえ。俺は去年前役を行ったから今年本役行ってるけど、多分そ、あ、行ってないもん。行ってないわ、そんな俺。だから前その話聞いて、うん、行っとこうと思って行ったけど、うん、その3回も行かなかんの。全部で3回、だからもうあんたは手遅れですよ。だからなんで吉本やだろあれ役、役やったあれ。あれ前役ちゃんと言ってたら吉本辞めてたよそんなことないけど前役言ってないやろ、だから翻訳で言ったってこと。確か翻訳になるのかな、あるのか知らんけどやな、うん、でも結局なんだかんだ新車で事故ってしまったけど、でも車はそんな傷つくこともなく、うん、トンボの体調も良かったんやけど、うんうん、事故って怖いな言うてな、うん、話だら俺も一個思い出してさ、うん、これ確かワッキーさんやねんけど、はいはいはい、もうだいぶ前ね、うん、だいぶ前の話なんやけど、ワッキーさんも一回普通に車運転してて、うん、で路肩にちょっと止めようって、はい、止めた時になんか縦列駐車みたいなやつやって、はいはいはい、で、あ、その前にワッキーさんおめでとうございます。ああ、よかったよかった、すいません、よかった、おめでとうございます。大感動でね、本当にあれでしたけども、うん、でそのワッキーさんがこう縦列駐車をバーッとしてて、はい、で、うん、出たらもうこう結構縦列駐車って難しいやん、うん、でちょっとこう合わしながらこう調節しながらしてたらちょっとコンって前、うん、個人タクシーやってんの、うん、あ、なるほど。でちょっとだけほんまにコンって、あれ今当たったかなぐらいな感じでワッキーさんが、うん、あ、ひょっとしたら当たったかもな、これダメだダメだと思ってワッキーさんが降りて、うん、でまず前運転席の方見に行く前にやっぱ当たったかどうかのチェックでパッて個人タクシーのお尻をパッて見たらもう何にも傷も一つなかったんで、うんうんうん、あ、でもないけど、でも当たってたかもしれんから一応運転席行って謝ろうと思ってワッキーさんがわーってすいませんって言ったら、中で個人タクシーの運転手さんが、うん、首を押さえて、これは金取れると思う俺はもう2週間かかるなっていうしかない。ノアキーさんがもうびっくりしてもって、もう笑ってもうてんて、大丈夫ですかって言って全力でで、ワッキーさん、大丈夫ですかって言って、うわーって言って、もしよかったら、救急車とか、はい、そういうのは、うわーって言って、はい、大丈夫ですかでもほんまや、嘘みたいなほんまの話、って言って、って、ワッキーさんが1万円渡したら、チャンスやからそれ、すごないそれチャンスやからそれは、それえぐないマジで。もうワッキーさんももう笑ってもうたやつや、ふんぞり返ってたらしい運転席でそんなはずない、そんなはずない言えないけどな、当ててる側、言えないのよ、当ててる側、いやそんなはずないじゃないですか、そんなはずない、言えないもんね。でもワッキーさん間違いなく笑ってもうたらしい、もうあまりにも大事故やもんなんだよそれそんなあったやな、あなたもあの昔、あ、ね、俺はもう死にかけてるから、えげつないのあったん一回、あそこあれなんていう分かれ道かな、天元寺の高速やったっけ、高速道路で羽飛び行く時、そうやんか、羽飛び行く時に、うん、まあ、真っすぐ行ったら、六本木の方を、うん、で右の方に曲がるとお台場の方にこういう分かれ道、こうね、二股にこうやってのところがあって、うんうん、右車線やね、お台場の方やからね僕は、うんうん、だけれど右車線がむっちゃ混んでてん、ね、で俺は、混んでたからそう止まったら、はい、後ろからもうノンブレーキ、ノンブレーキですよ、80キロから100キロ出てるんですよ、
マジえげつない。どんな車やったっけ向こう。あのワゴンワゴンワゴン、ね、ワゴンで、で上要するに後から聞くと上のなんか渋滞のあれを見てたんで、うん、あなんかこっち混んでますみたいな。はいはい、ありますね。あれを後ろの人が、ま、ずっと見てて、まあ、よそ見やわ。よそ見やね、完全に。でもう猛スピードで突っ込んでくるのがルームミラーで見る。めっちゃ怖っ。迫ってきた迫ってきたみたいな。で一回最初プーって鳴らすね。あ、一応鳴らして鳴らす、うん、でもこれ前に飛んじゃうからこの音は。あ、そうやな。そう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 、後ろから言ったらもうおならやもんね。いや全然面白くないけど吉本やめへん思んないっていう理由で今ぐらい見逃してくれてもええやんかせやなぐらい言っとってくれたらええやんか後ろからプーは出ないやんか。後ろプー出へんねん前は前 で、うん、で全然それはツージングでもうバーって来たから、うん、でもう大和で最初左にハンドル切って左車線に行こうかなと思ったけど左車線はもうむちゃくちゃ流れてるから、流れてるからこっち行こうもんならもうそれこそ大事故になる。そっちでグワーなるから。でこれはもう受け止めなあかんっていう。もうそこで覚悟したい。そうだからもうとにかく受け、でも生きる、もう生きれるか分からんけど、でもここで受け止めないとと思って、どうしようもないから。そうサイドブレーキ上げる準備と、うん、ブレーキ踏む準備と、あとはもうここにガンってぶつからないようにとにかくこうして。すごいなそれ。そうあ、よし来いって言われて、ほんでドカン。そうだからいきなりこうやって踏んじゃってたら、うん、全部吸収しちゃうから。はいはいはい。だから一回バーンってぶつかられてからグッてブレーキをやらなきゃいけない。それやば。だけど、うん、マスタングで、マスタング、マスタングっていう車ですわ。アメ車のな、アメ車の旧車のな。そうそう、あのそれの後ろの後部座席の窓ガラスがここまで来てる、うん、そのここ、そうここここ、このなんていう運転席のこの、だからヘッドなんていうな。そうそう、あそこに窓ガラスがギシャってあって、もう半分ペッシャコだって。もうほんまにもう大事故。変な話、死んでてもおかしい。死んでてもおかしい。で結局アメ車で鉄が硬かったから古い。なるほど。だからまだ助かった。そうやな、あのアメリカの車って丈夫にできてるから。そうそうそう、当時はね。だから本当に柔らかい車やったらもう。もうピシャイン。でもう。で後ろはもう完全にもう向こうはエアバッグみたいなのがありますから。はいはい。でだけど向こうの車もべっしゃまで。ええ、マスタングはエアバッグないねん。だからだからこれもう。そう俺も思ってん、うん、だからこうなんだからこうや。すごい。で怪我がね、俺はそれで、うん、でいや俺は最初首やった。いや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 貧困にしとかって言われるからやらへんけど、まだもうバーンってぶつかって、うん、もう大事故でしょ。でとにかく一回もうバーンってもうすごい全部止まって高速は、うんうんうん、でとにかくこうみんな出てきて、玉突きにもなってるんじゃないの。 前にもぶつかったよ。うわ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 、もう前にもぶつかった、前にもぶつかった。でとにかくもう大事故、大事故、大事故で、ガソリン漏れてんの。離れろっつって火事になるかもしれないから。危なっ。するかもとにかく離れろっていう大事故。もう、わその横をフットボール側の後藤さんがタクシーでピューって通りかかって、何してんのって止まりてマジでたまたま、何してんのって言ってそのバーン。たまたま、たまたま、いや何してんのって大事故やで。すごいよな。でもそん時、うん、別に自分はあの体怪我なかったけれど、一応いろんなとこ病院行ってねって言われたけれど、でも本当に、うん、あれずっといけんねんって。いけるけど首が、痛いですって言ったら、うん、ずっとそういう、とこに通い続けられるっていう。ああんね。そう、俺だって一回それ俺もやられてるから。あ、そっか。俺もコンってやった時に、うん、ワッキーさんほどじゃないけど、うん、首を押さえて出てこられて。あタクシーの人でしょ。しかもそう、あ、いやそれはまた違う話であって、うん、でやられて、でなんかまあ病院にも行かれて、うん、診断書も出されて、はいはい、で通い続けられて、そう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 、うん十万ってお金払う。そうそう、だから永遠やな。そう、俺はもうそれを面倒くさいから、そのいちいちその病院通うのも、ね、大事ではないし。ほうほうほう。だけれど痛いって言って、うん、通い続けるとずーっとやっぱりね。それはな。でも行かんかったというか、病院一応行ったけど2回ぐらい行って、うん、もう大丈夫かなとか思って、はあ、でも大事故。確かさ、あなたそれきっかけじゃなかった、うん、車やめたん乗るの。それのちょっと後ぐらいかな。ちょっと後ぐらいかな、うん、もうそっから乗れへんなったよね。
そう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 、ツッツンが事故ってんのとか見たし、ああそう、なんか車ちょっとリスク高いなっていう、こっちがだってその場合で言うと、うん、今回の場合で言うと、うん、俺何もミスってないのに、ね、死にかけてるって、いやほんまそうやな、ええー、と思って。飛んできたものやもんな。そう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 、あ確かに。でやめようと思って、それそっからもう全くやめた。もうやめたやめたやめた。もうこれからもやめんの車。もうやめた、もう車やめた。そうか、うん、俺はでもなんか見たいけどな。何？運転手を雇ってもらって、うん、すげえいかつい車で西野が出てくる。全然やるそれ望まれてるんであれば面白いいかつい車で運転手雇ってそういうのを望まれてる。ちょっと見たない、そういうの、ああな、に西野がそういうの見たいわ俺。ああ全然面白い車で全然やる、そんなんは。いや事故怖いよなほんまに。大丈夫な。いや俺はだから昔の話で言うと、うん、俺すごいよ。何？俺はねバイク乗ってたんですよ、うん、僕。これあなた覚えてる、うん、僕が本当にあなたと出会った時に乗ってたバイク覚えてる？便利？すごい便利してる。お前すごいわ。便利覚えてない。便利、うん、俺便利を忘れてたのに。あすごい青い車って言おうとしてる、うん、そう便利、うん、便利っていう 50cc の、はい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 、50cc やけどこう、うん、何あれ変換みたいな、はいはいはい、ギアチェンジミッションのやつがあって、うん、それそう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 、うん、あれで俺1日2回あやってたな。あそれも覚えてる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 。そうそうそう、うん、1回目は 100%、うん、もう100億%俺が悪い、うん、もうわーって乗ってて、うん、俺音楽聴いてて、はいはい、ミスターチルドレンさん聴いてて、はい、で、あれエブリシングかなんか聴いてたんよ、うん、で、歌ってもってて、はいはい、で、だんだん盛り上がってきても、はい、で、ちょっと目つぶり出したもん、はい、歌い始めて気持ちよなって、うん、ブーって言ってんのアホでしょ、うん、でサビ前でも目つぶってもって、うん、サビでステイってグロンやってもって俺ステイってバーンってタクシーに突っ込んだでバーンなんだ俺田村さん爆笑やんか、うん、でもタクシー穴開いてもって、はいはい、あったなあった覚えてる覚えてる覚えてる、はい、ほんでうわーってなってもうって警察の人も呼んで、はいはい、で俺病院も行って言うて、はい、俺もなんか結構な怪我、はい、右手がなんかしてたから、はい、謝ってすいませんって責任もちろん取りますってあって、はい、でまた仕事向かったんかな、はい、でその帰り俺バイトやったんや、はいはい、アルバイトやったんや、はい、夜居酒屋で、はい、リーラス居酒屋でアルバイトが終わって、はい、でまだバイクなんか俺乗ってて、はいはい、乗れてたん確か、はい、でバイクで乗って家帰ろうかなとでブーンって走り出した曲がり角があったんですけど、はい、そこでトラックに引かれたんいやバーンめちゃくちゃ覚えてるわーいむちゃくちゃ事故ってたイメージある1日2回それなかなかの怪我でむちゃくちゃ覚えてる。病院行って同じ病院で先生に、うん、こんなやつ初めてやつ、はい、1日2回何や君は今回は引かれました前回は僕100なんですけど今回はマジ行かれましたわって俺確か次の日なんか漫才かの出番で俺飛ばしてんねん確かな。あーそうやったっけな。そう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 。いやよう事故ってたのと、うん、よう捕まってたもんそのバイクのなんかあったよ。その俺がビラーゴ乗っててせやねん 250cc やねんビラーゴでベンディは 50cc やねん。そうそうそう。で2人でこうやって走ってて、うん、ビラーゴ前走ってベンディ走ってそのまま普通にビーって言っててなんてことないなんかこの高架下みたいなこうくぐる道路があって、うん、もう普通にこうくぐってたらパトカーがブーってきて便利だけ捕まっててなんかこれ 100cc 以下は走ったらあかんみたいなことで地味な捕まり方ってお前が悪いよだからお前が先導で行ってるから地味な捕まり方俺はただ便利でお前をついていってただけやのにうー地味むっちゃ説明されてるここ 100cc 以下があんだなこれまた話したかもしれんけど便利事件もあったしな西野に俺が便利を借りてなビラーゴねビラーゴあ便利だビラーゴビラーゴ、はいはい、こんなやつなんですよそうこうアメリカンで 250cc 好きな子ができたからって言ってでとにかくその西野のバイク貸してくれってで借りてで俺もう全然運転したことないアメリカンなんか乗ったことないけども、うん、まあまあかっこええから乗ってて分かれへんねん、うん、あの車幅っていうのは、はいはいはい、その便利はこうやからう、うん、こんなんやちょっと広いしちょっと広い、うん、ちょっとこんなんや、うん、改造してなかったっけ、うんうん、ね横にちょっと広い感じだよ、うん、でも俺はうわーって楽しいなーってビラゴ最後やなお前ってうどん乗っててでちょっと狭い道も行ったらビラゴってうわーって行った時にもう明らかにパリーンって言うて曲がった時パリーンって言うて
カリンって言うたなおい。でも俺もう怖くて見られへん。明らかにパリンって言ったけど。明らかにパリンって言ってんねん。言ってんねん、明らかにパリンって。最高やな、何か割れてんねん、絶対。で、一応チラッて見たら、チラッとこう、なんていうの、バックミラーみたいな、もうバッキバキなんですよ。ああ、もともとやろ、これ、おい。ダルンダルンに。ダルンダルンだよ、ミラー、うわダルンダルンやな、お前って言いながら。でも、もともとかもしれんし。もともとかもしれんね、これは、はっきり言うて。俺、借りてるの見てないしな、言うて、ブーン、言うてやってて。え、なんだかんだって、最後、西野のとこに帰る。返しに行かなあかんから。返しに行こうと思ってるんですけど、途中で明らかにブーンってやってたんが、もうこんなんなってる。おかしい。あれこんな揺れるわけがない。何や、これ。おかしい。そんな揺れるわけない。そんな揺れるわけない。何かしらトラブルが起きてね、うん、普通に走ってたらこんなのおかしいと。何やこれおい、ミラーおい。でも元々かもしれない。元々かもしれない。最初から揺れてたのに今気づいたかもしれないし。一応チラッとこう、氷見たらもうベッコンベッコンになって。なんかもう。でもそれも元々。それ元々かもしれない。氷の空気は完全に抜けとるけれども借りた時にそうやったかもしれん。興奮で気づいてなかった。興奮で気づいてなかったかもしれんから。うー借りた状態。そうそう、うん、はい西野ありがとうって返して、その俺にえー俺ほんまに何も言わんかったもんな。そう、見事、めちゃくちゃびっくりした。ちょっとやってもたかもしれんとか何にも言わんかった。ありがとう、ありがとうございます。つって俺は便利のテールランプダルンダルンなってるし、後輪パンクしてるし、後輪、そう、釘刺さってんですよ、これごっつい釘刺さってんねん。釘刺さってんねん。これ返すかね。返す前に修理とか持っていかんだよ。あれは我ながらありがとうって返された、うん、あれは我ながら面白かったね。あれでもこいつはすごいのが、うん、怒らないのよ。笑ったもん。お前おもろいなって言って、うん、確かメール当時むちゃくちゃ笑ったもん。かなんか返してきたの、うん、そらお金とかも甘えちゃうよね。いやむちゃくちゃ笑ったもん。結局俺バイクの修理代出して。俺は相方にバイク貸して帰ってきて修理代出して。あれは笑ったな。ほんまに懐かしいなと思って。バイクなんか絶対乗れへんやろ。もう怖い、もうひたすら怖い。もう怖い、もうさすがに怖いわ。もうそれはもう絶対乗れへんから。うん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 、うん、じゃあもう今後あるとしたら、うん、もうちょっと高級車みたいなことで西野が運転手雇ってみたいなこと、はい、でもその運転手もちょっと信用できへんしな。確かにな。だから、ね、知ってる人じゃないと嫌かもな。いやーそう、うんうんうん、佐伯にやられてるから一回。あ、佐伯くんに。おおって笑う。そう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 、佐伯くんタウンホールやっけ。下北沢です。下北沢タウンホールあったな。なんか何やったっけ、駐車場かなんかやったっけ。じゃあ俺が、下北沢タウンの方でライブしてて、うん、2人で2人でで、お客さんが、うん、いっぱいいて、その対応をしなきゃいけない、うん、あったあった。あ、下北さん、あ、こな。そうそうそう、うん、で、帰らなきゃいけないけど、やっぱお客さん対応しなきゃいけないから、うん、っていうことで、佐伯くんに鍵渡して、うん、ちょっと、地下の、うん、その駐車場から、うん、その、あれ、アメ車ね、うん、それこそ、あれ、かっこいい、あれよ、マスタングよ、マスタングやな、あれを突っ込まれる前の、そうそう、うん、ちょっと出してくれへんっつって、うんうん、でお客さん対応してるからって言ったら、うん、やっぱさすがに佐伯君は、うん、いやすいません、ちょっと怖いです、うん、まあね、左ハンドルだし、うんうん、急車だし、うん、運転ちょっと慣れてないんで、さすがにちょっと、うん、で、傷つけるわけにいかないから、まあそりゃそうやな、そりゃそうやわ、まあそりゃそっかと、なかなかだったっつって、別にじゃあやっとこうっつって、うん、こうやってもう一回鍵入れてやな、ずっとお客さんの答えをしてたら、佐伯君の方から、お西尾さんです、うん、やらせてくださいっつって。急に来たよ。いろいろ考えたよな、はい、いろいろ考えたよ。いや、慎重にやりますんで、うん、やらせてくださいっつって、ほんまかっつって、たぶんっつって渡して、渡し30分後ぐらいかな。おうおうおう、30分後ずいぶん時間かかったなと思ったけど。本来ならば、うん、スムーズにいったら大体どれぐらい。もう別に1分後ぐらい。1分後ぐらいか。そうよ、まあそこやわな。そう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 、30分ぐらい。あれ遅いね、お客さんの対応全部終わって。あら、セット遅いな。遅いな、佐伯くん。じゃあ、間もなくこの駐車場からマスタングがブルーンって来て、うん、あ、駐車場来た。そうそう、来た来て、で、僕の前にマスタングブーンって着いたら、うん、もう1メートル50センチぐらいの傷がドア2つ分にあってベッコベコで、これ失敗するパターン。お前ようやったなとかじゃなくて、
できないと思いますってほんまにできへんかった。べっこべっこ。もう泣きながら出てきて、斉藤君。斉藤君がもう顔真っ赤いか、真っ赤いかになってもう、もうおーなんか言われへんやん。すいませんって言ってもう、なんかすっごい傷。本当にすごかった。あれなん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 か吸ったんやろな。すっガって吸ってんて。うんうんうん。で、そんすガって吸っちゃってなんか突っ込んじゃってて、なんか変なところにガーってこう。で、もうその時点で諦めてくれたよかったよ、まだ。あーまあね。それでちょっと分かんないですって戻ってきてくれたら俺は出せてんけど、なんとかしようと思ってガーって突っ込んだ後に彼なりに考えてもう一回こう戻った方がいいのかなと思って戻った時にまたガーって両方にこうこういう傷がお金払って俺だって100万円ぐらい払ったよ俺だって焦ったやろな。すごい長い傷だった。ドモみたいな。ドアがもうべっこべっこべっこべ。どんな顔だったんでしょう。それ笑われへんよな、さすがに。いや笑ってたもん。ええー。っていうかもう笑わないと。あ、そう確かに笑わないんだよ本当に。本当にありえないかったんですよ傷の感じ方が。にしても笑えるそれ俺。でけへんパターンとは思えへんよ。でもそんなに。まあ。結局自ら言ってるしね。そう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 。行かせてくださいって言ってるからな。そう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 。振ってるから。まあある種コントやもんね。まあまあこれ話聞いてるとおもろいけど、俺自分やったらゾッとするな。めちゃくちゃお金払ったで。しかもお前当時自分の車のマスタングってめちゃくちゃ愛してて。むちゃくちゃ大事やそんな。めちゃくちゃ大事にしてたものやから、我が子みたいなこと。そう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 。それはサイキ君にそんなけやられて。ドアもうまるまるおじゃんなったの。そんなことある？いやだから任したらあかんってことやな。いや確かに。それで言うと人運転。俺うまいねん、むっちゃ、うんうんうん、だから人の運転あんまり信用できへんねん。あそう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 ね、ごめん俺も思い出したまた、うん、また思い出したわ。お前にごっつ腹立ったやつ、俺もガンぶつけて、お前があれやんか、うん、堺正明さんにあのそうそう焼き肉行った時や。そうや、ごっつい嫌な気持ちになってきた今思い出して、俺堺正明さん先生がやな、うん、なんかキングコングと一緒にご飯を食べて、そうそうそうで食べるってなって、うん、でなんか正明さんのなはいとこかな、いとこじゃないか、うん、なんかおいっ子かなんかちょっと分かんないですけど、うん、で一緒にご飯食べるみたいな、うん、でそれぞれ俺もお酒飲む気なかったから、うん、で西野も飲む気なかったから、うん、ご飯だけって言って車で行ってた、うん、西野が先ついててその店の近くにパーキングがあって、はいはいはい、ほんで俺もバーって言ってて、俺確かね免許取って車もそこそこ買いたてぐらいの感じやって、はいはいはい、でわーってグランドチェロキーや、はいはい、チープグランドチェロキーやって、覚えてる覚えてる、うわー高級車やで、うわーって言ってたよな。もう西野が先ついてたよ、はい、駐車場で、はい、で、駐車場、あ、西野おるわと思ってパッて駐車場見たらなんか止めるとこが6個ぐらいあって、はい、1個しか空いてなかったん、うん、で、それ以外のとこは簡単に止めれるようなとこなんだけど、はい、1個だけなんか難しいの、ちょっとちょっと難しい、狭いとこ入っていかなあかんみたいな感覚やって、はい、あっこかーと思ってで、パッて西野見たらなんかニヤニヤしてんねん、なんかお前できんのみたいな感じ。いやそんな感覚で意地悪やなこいつって。そう見えただけや。いやいや、そもそもお前運転うまいや、うん、俺よりも先に運転もバーンやってたから、はいはい、いやお前がそこむずいとこ止めてくれたらええのになんかさあ見せてもらおうかみたいな感じやった。ほんまにそんな感じ、うわ意地悪やってるって緊張するやん。その俺その免許取って間もないし、はいはい、しかも相方がこう見てんねん、はい、こうやってどうなんのみたいな感じで待ってるんやん、一緒に入った方がええから。で俺からしたら何回も切り返しなんかしたくないわけ。ああ一発で決めた、多くて2回だ、はいはいはい、でも俺は決めてるわけ、うん、こう意地悪いな思ってる時に、うん、おっしゃ分かった見とけよ、慣れてる感じ出すと、うん、慣れてる感じ出すと、はい、もうこっちもこうでいこうかな、はいはい、やったらいいよ片手でいったろか言ってんでバックパーン入れてブーンってまず行った時にもう明らかにそれてんねんそれ取るやないか話が違う、話が違うそれ取るやないか全然それでパッて見たら西野もまたニヤニヤニヤどうなるのかなこれはみたいな感じプレッシャーやないかいつって言って、もう一回前ブーンって出てで、もう一回ブーンって行った時に
またそれてて、これあかんやないか。このままやったらこれ2回マックスと俺は決めてたんだから、もう次3回目やないかい思ってたの。ほったら西野が、こうやったら西野がなんか助けてくれって、お前が、はいはい、もうしゃあないなみたいな感じで、こいつはみたいな感じで、うん、こっちこっちこっちみたいな、はい、でこう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 みたいな感じでやってくれて、はいはい、まあ、もうまあまあこれはええわ、そんなやってくれたし甘えようと思って俺はそれで言う通りにしてたつもりやってんけど、俺なんかテンパってて顔とも真っ赤かったと思う。もう2回で失敗してるし、テンパってて西野の言われた通りよりも曲げちゃってて、ほんで結構そこはカッコ最後つけたいから、そこそこ踏んでブーンって止めようと思ったら、ブーンバーンってなんか当たったの。え、絶対当たってるやん今なんかつって100% バキバキ当たってるやんと思って窓開けてパッて見たら倒れって笑ってたこうやって笑ってたで地面叩いて、俺あれ忘れられへんな、あの映像。一回ゴキブリみたいになって、その後一回こううつ伏せになってこうやってアスファルト叩いてって舐められたもんやなと。おい。舐められたもんやな。でもなんて言ってんか分からへんねん。死ぬほど笑ってるし。で俺困って出たのが、これどうしたらええの。そんな。どうしたらええのこれ。地獄やったな。その時も結構言ってたで。言ってたよ。あの、全然ガンが1回じゃなくて焦ってそう。あ、じゃあそれだ、思い出した、そうバーン行って西野ゴキブリになって、でガーンなってる、これどうしたらええの言っても笑って答えてくれへんねん。自分で何とかせなあかんから思って、もう1回前で言おうと思ったら、もうテンパってるから、もう佐伯君と一緒やんか、もう1回ガリガリガリってなったこれもうそうや、それが死ぬと笑ってずっとそれを繰り返してるから掘ってんのとか車掘ろうとしてる、なんか穴やりたいの、ガヤガヤガヤタッタッタラララララタラララララみたいなとやってんの。もう俺泣いてたわ多分え、なんで何回バックと前行ってもずっとガリガリ言ってるんですよ。ほんでパッて西野見たら、西野もタッタッタラタタタみたいなってんの。もう仰向けになって町明さんの時はその焼肉全然楽しそうじゃなかった。全然楽しかった味せえへんもう車のことばっかりなの。それも面白かったこいつ車のことばっかりやった。町明さんがこんだけ話振ってくださってんのに、そうっすか、ずっと車のことばっかりや乾杯とか言って、楽しいですね。車のこと考えてるじゃん。マジアキさんの話入ってきてんやろ。腹痛い。腹痛い。戻ってる。俺しばらくご飯食べ終わってお疲れ様でしたって言って帰って駐車場戻って、しばらくそのボコボコのところずっと。なんでこうなったんや。いやー、あれは恥ずかしかったな。ほんと皆さん気をつけましょう、ほんとに。気をつけましょう、ほんとに。腹痛い思い出した。なんか死ぬほどある。